申し込む。ネクスト国宝級イケメン杉野陽明、18年勢いの一発写真集で素顔たっぷり。イケメンで秀才でちょっと年々ボケの若手俳優がブレイク必至だ。デビュー2年目の杉野陽明陽介22、話題作への出演が続いて注目され、 Twitter は開設1年でフォロワー数が20万人を超える人気ぶり。3月30日には初の写真集あくびワニブックスを発売する。2015年にイネボイスの専属モデルオーディションでグランプリを受賞。同年秋に松坂桃李29姿勝機24だが属する芸能プロトップコートに入った。映画奇跡ダッシュあの日のソビとダッシュ17年1月公開で演技に初挑戦すると、爽やかなルックスと演技力が話題になり、16年12月に開設したツイッターのフォロワー数が1ヶ月で数百人から6万人に急増した。その後映画兄に愛されすぎて困ってます、覆面系ノイズなど話題作に続々と出演。フォロワー数も右肩上がりに増え、現在は21万人。偏差値70を超える高校に通っていた秀才ゆえなのか、生きている意味を考える癖があると独特なツイートも人気。天然キャラを愛されている。女性ファッション誌に講談社の読者が選ぶネクスト国宝級イケメンでは昨年下半期1位に選ばれた。写真集は鹿児島、奄美大島などで撮影した。3月30、31日には東京、大阪、名古屋で初の握手会を実施。何でも気の利いたことを返して神対応をしたいと意気込む。今年1年の習字で生と記し、昨年はこの瞬間を切り取ってみても勢いのある1年でした。その勢いのまま走りたい、それを輝かせた。杉野陽明、杉野陽介、1995年平7、9月18日千葉県生まれ。イネボイスのオーディションで松坂桃李以来7年ぶりに審査員満場一致でグランプリに。日本テレビのドラマ地味にすごい、光悦がある川野悦子、フジテレビ系嘘の戦争などにも出演。習字は独学、バスケットボールが得意、1メートル85。